こんにちは、大川介です。まあね、先日、ジンバルハイパーラプスのやり方について解説したと思うんですけど、またちょっと DM で質問があって、そのハイパーラプスで回転しながら、ハイパーラプスの動画を作ってる人がいて、それのやり方について聞きたいという声があったので、今回はそれをご説明したいと思います。の解説をしてね、まあ、かなり簡単に、撮影ができると思うんですけど、この回転するハイパーラプスっていうのもものすごく簡単です。で、撮影時に何か工夫して回転させたりとか、ロニー S とかで回転させながら直進するわけでもなくて、まあ、編集ソフト内でその回転するエフェクトを適用させていきます。で、この、エフェクト自体も本当にものすごく簡単で、何より一番大事なのって、やっぱりまず撮影の段階から通常のハイパーラプスっていうものをきれいに撮らなければいけません。で、通常のハイパーラプスをきれいに撮った上で、この回転するハイパーラプスも成り立つので、まずはしっかりね、まあ、ジンバルハイパーラプスで、中心にね、しっかり直線して、ゆっくり、まあ、狭い場所でね、撮ってみていただければなと思います。で、編集自体も本当に一瞬で終わるので、まあ、画面にて解説していこうかなと思います。実際に、ハイパーラプスをもうモーションブラかけた状態で完成した状態になっております。で、これまでは前回 あのジンバルハイパーラプスのやり方だと思うんですけど、ここからどうやって回転した、ハイパーラプスにするかっていう流れをご説明したいと思います。はい。で、まず回転ですね。この回転の一番最初のアニメーションボタンをオンにしてください。そうすることによって何が起きたっていうと、例えば一番最初にアニメーションボタンをオンにしました。で、少し進めてこの回転を実際につけます。そうすると何が起きるかっていうと、この一番最初の起点から真ん中までがこの、まあ、回転の、まあ、度数が適用されるということになります。再生してみるとこんな感じ、まあ、原理はこんな感じです。でもこれフル HD で撮ってますので、実際に回転しちゃうとこの黒縁の部分がどんどん出てきてしまいます。なので、もう一回最初からやりたいと思います。まず一番最初の地点から回転のアニメーションボタンをオンにする。そして一番最後の部分でどこまで回転させたいかっていうものをやります。だからここまで、まあ、半分までちょっと行き過ぎだと思うので、半分よりちょっと手前ぐらいで回転させます。こうするとここの部分黒縁になってしまうので、スケールします。スケールして黒縁がなくなるぐらいまで、そうするとこんな感じで回転します。再生します。はい、まあ、原理的には本当にこれだけです。で、実際にエンターをしてレンダリングします。これモーションブラーを実際かけてるってことなんですけど、モーションブラーをかけるとこんな感じで、このね、動画を見ていただければ分かるんですけど、もう本当にビーン TK さんとかナイノアランガーさんとかがよくやってるような回転するハイパーラプスになったかなと思っております。で、僕はあんまりこういう回転するハイパーラプスはあんま使わないんですけど、こういった普通のハイパーラプスだったりとか、ジンバルハイパーラプスとかタイムラプスとか、そういった技法ってのは、ウェブ上にもね、かなり情報として載ってるんですけど、このテンプレート化されたこの技法にちょっとこういった回転するエフェクトだったりとかギミックを追加するとより映像の演出の幅も広がると思うので、ぜひこの回転ハイパーラプスね、すごく簡単なので試してみてください。はい、じゃあそんな感じで今日のチュートリアルも以上となります。本日はどうもありがとうございました。